哇，いらっしゃいませ。お腹は空いてませんか？手ごわい奴らばかりですよ。助かります。よろしくお願いします。この辺も面倒な野獣が増えてきたよな。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。だるいな。そうだな。こいつで間違いなさそうだな。やってやるか。今だ。任せろ。
せ。危ねえ。はっ。大丈夫か。ああ、なんとか。僕とああいう攻撃はパリして反撃のチャンスを作れ。よっ。エガス。今だ。頼むぞ。よっ。とりあえず今だ。任せろ。じゃあじゃあな。やっと。しっかり敵を見極めて、もっと気を。はいはいはい。Yeah.
あら、
減ったな。苦戦したからな。いらっしゃいませ。ご無事のようですね。お伺いしますよ。いらっしゃいませ。何にいたします？腕に自信はありますか？今日はがっつり食うぞ。準備はできているか？あ、行こうか。店入ろうぜ。うん、行こう。ノクトも来てよ。あ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？また来てね。今日は何の用？
また来てね。真にそうだ。今日はどんな武器が欲しいんだ。ほら受け取ってくれ。国内旅行だって言ったらむず。また寄ってくれ。ゆっくり見てってください。ダムです。気になる記事はあったか。飯ちゃんと食ってるか。何か食ってくか。倒してきてくれるのか。助かるよ。標的たちだ。準備は万全にな。外の品揃えって違うな。そういうもんか。蒸し暑いな。だな。やるじゃねえか。よし、完璧。せい。冗談抜きにヤバそうだよな。ならやめときません。いや、そうもいかねえだろ。行くんだからな。
りして動く。分かってるよ。すまない。油断したな、僕と。ノクト、左に敵がいる。サンキュだな。先行こうぜ。戦い慣れてきたよっ。まあな、ここまでだ。よし、奴は嫌われるぜ。こいつらもやっちまうが。 RPG だったらレベル上げに最適って感じだね。出たな、オタク発言。うっさいな、レベルアップは大事だ。
そうな奴のお邪魔しだ。きっつーなー。くらえ。悪い、油断した。自分の力を過信するのよ。で、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 あれ、それ、うりゃ、どりゃ、た、は、お、エグニス、指示。倍返しな。と油断したらな。ほら、せっ、ノクト。はっはっ、手抜いたら終わるな。なんやってんだ俺。落ち着け、俺。
ああ、今日は何にする？ご苦労さん。ここら辺のことなら聞いてくれ。あんた勇気あるな。気をつけてな。レスタルムまで出てもいい。ライトつけよう。そうだな。暴れるか。いいな、好きにどうぞ。俺も、その調子だノクト。無事に済んだ。また来たのか。やるな。今日はどうするんだ。こいつらには迷惑してるんだ。助かるよ。油断するなよ。そろそろ行くか。エーガネス、もう行くぞ。すぐ行く。
俺囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられる。黙れ。大したもんだぜ、ノクト。いい感じだ。当然。ノクト、なんか指示ある？適当に頼む。わかんねえよ。変われ。てやはっ。てやいいよ。よっよっ。ほら危ねえ。何よりだ。
キャンプにするか。ねえミエ、まず晩飯を食べないとな。この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。へえ、俺の技かっこいい。ワープできるとか反則だよね。決まってんじゃねえか。別に普通だが。写真もう何枚撮ったんだ？数？ああ覚えてない。結構撮ったかな。だってオートの外だよ。今何見ても新鮮。一人で変顔してねえで全員撮れよ。変顔してないし、ノクト映んの嫌がるじゃん。これからは映るということだろう。よーし、撮るからね。行くぞ。うん。いや。ほっ。
休憩しない？ああそうだな。よう、調子はどうだ？ご苦労さん。おめでとう。ここら辺のことなら聞いてくれ。頑張ってきてくれ。準備はできているか？あ、よし、行くか。しようよ、休憩だな。喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし太るぞ。そうね。いらっしゃいませ。
お腹は空いてませんか？手ごわい奴らばかりですよ。お気をつけて。うまそうな匂いだな。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナフレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナフレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ？あ、何それ、テレ。はあ？いい天気だな。そうだね。これのこと？宝じゃねえじゃん。ねえな。地図の切れ端のように見えるが、
準備はできているか。あ、行こうか。マジだ。ガーデナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみだな。いらっしゃいませ。またお待ちしております。結婚式の記事か。ルナフレーナ様のドレスだって。ほう、すげえな。ありゃ、お相手も気が。今日はどんな武器が欲しいんだ。また寄ってくれ。わあ、
そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。楽しそうだな。いらっしゃい。海釣りでもしていくかい？いや、頑張ってくれ。わノクト、そこで釣りできそうだぜ。マジか。オートの外では初めての釣りになるな。どんな魚がいるのかな。ま、釣ってみりゃわかんだろう。ノクト、巻くのやめろ。お、やったな、ノクト。切れる前にライン交換しとけよ。ラインの交換まだいいの？
ロッドを魚に向けるんだ。おいおい、何してんだよ。たまには俺に釣らせろよ。ああ、今度な。あんま巻きすぎんだ。やったな、おい。ノクト、ラインが弱ってるぞ。お兄ちゃん、また来たね。またよろしくな。おい、これ見てみろ。どうした？風が気持ちいい。海って思った以上に悪くはないかもな。そうか。
ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ？そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよそれ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、確認してみようぜ。見てママ、海がキラキラしてる。今日は久々の休みだ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見れてた。うまいな。すぐそこで採れた新鮮な。気になんなら受けてこいよ。全然気になんねえし。面白そうじゃねえか。マッサージはいかがですか。ではこちらへどうぞ。シエノだ。じゃあ次の機会ね。参ったな。荷物を届けられないぞ。優しく施術いたしますよ。船、明日にはちゃんと出るのかしら。ご苦労様。船、明日にはちゃんと出るのかしら。ようこそお越しくださいました。取れたてのお魚はいかがですか。どちらを召し上がりますか。こういうのがいるみたいよ。
たいらしてくださいね。いらっしゃいませ。かしこまりました。やはり運休か。ああ船いないよ。なんで？オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんにちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ。記事にされたくないよな。なあ、ちょっと俺の話聞かない？全然聞きたくねえわ。待て、変に刺激したくない。はい、聞くってことね。じゃあ地図貸して。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。王子の旅って全然表に出ないけど、お忍びの観光とかしてんの？原石持ってきてくれればいいだけだよ。俺が乗船手続きしといてやるから。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。このお魚僕の大好物に決定。あら本当？お肉量。どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？あ、じゃあ腹は減ってんのか。なんか探してこねえとな。猫の餌か？近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。うおー、にゃんこのごちそう。できたぞ。え？魚嫌いなのか？あ、レストランに行ってこいと。あ、
お帰りなさい。本日はどちらをご用意いたしますか。すぐにお作りいたしますね。倒してくれればありがたいけど。お腹空かせて帰ってきてね。ここ猫が食えそうなものってあるか。新しい冷やかしかしら。え、あ、いや、 あっちに猫が冗談よ。事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。もう一泊するしかないな。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい。うまいな。すぐ。ここで取れた新鮮な魚介なんだって。できたぞ。このぜ懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。行くか。よし、行くか。行こうか。ライトつけるぞ。了解。ここは気持ちいいね。
夜のドライブは危険だ。また出直そう。やはり危険だ。どうしてもと言うなら止めないが、よく考えてくれ。ノクト、本当に大丈夫か？かなり暗いぞ。これくらい問題ねえって。イグニスは休んでてくれ。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。ま、あんなノリの方が楽だわ。ここで降りるぞ。ここからどうすんの？鉱石みっけ。行くぞ。行こう。ここで降りるぞ。うん。なーに？行くぞ。行こうか。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。気分転換にはなるな。そうか。どうした、イグニス。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。行くぞ。行こう。
ここで降りるぞ。しょっと。冷えるね。そうだな。おあれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。今ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。綺麗な色してんな。
準備はできているか。あ、よし行くか。よし、着いた。やっと人のいる場所に来られたな。Thank you.